シスお久しぶりーふ誰も知らないカリュウのこと、イカネタゴスケです。花粉とか、風邪とかね、えー、っと、ワクチンの、副反応にやられて、れだいぶ投稿が鈍くなっておりますが、今週の、モンハンライズは、ラインナップがすごいぜ。まさかの、新、防具。あれですよ、重ね着じゃなくて新装備、新しく追加されました。その重ね着、今現在装備しています。あの、ギルドナイトシリーズ。ギルドナイトシリーズだっけ 名前出てこない。ギルドナイトシリーズ、さらに、えっ、ー、と、あれですね。魔界村コラボの、たとえ鎧が砕けてもに、そして、チャレンジクエストが追加されて、で、今被っているこの超絶煽りフェイク。文武事なフェイクが有料150円コンテンツでやってきているというね。なんで、とりあえず随,随時へ順次紹介していこうと思います。まずは、まあ、いつも通り、たとえ鎧が砕けても、あの、特殊、号機と同じような特殊重ね着ですね。こちら。 いただきに参ろうか。クエストの方は、とりあえず3匹のモンスターと戦えってことなんだけども、まあ、どんな仕様になってるか全くわからない。強化個体なのか通常個体なのかわかりませんけど、3匹と戦うことになるこの花粉のね、ここか。ここなんだね。で、見た感じモンスター1匹ずつだね。連続討伐だ。行ってみましょうか。さあ、ちょっと曲が、あれだ。曲が魔界村やで。 ちょっと音量ちっちゃいかもしんないけどね。が、うるさく、て音楽うん、カップコンコラボといえばこの BGM コラボ。これ、通常でも使えるようにしてくんねえかな。これで、<laughs> 権利的な問題で、厳しいですかね。さあ、まずは、ラングロドラさん、久々の、久々のモンスターだ。おっと 何も考えずに、流属性の武器で来てしまっているが、大丈夫だろう。通常モンスターぐらい、なんてことはないだろう。なんてことは、久々ですね全然関係ないけど、ちょうどこのコラボが始まった直後に、自信がありましたね。お前たちのせいか、貴様らか、自信を起こしていた元凶たちは、安心しろ、今私が、こいつらを立ち。 地震の心配事を世の中からなくしてやる気が。ガブラス、お前たちも、お前たちも世にあだ、あたものが。うんこっちとらな、うん、花粉の調子がいいかなと思って。許さんぞ、ブタクサ。絶対許さんぞ、ブタクサ。もう、なんか風っぽい感じがして、やべえ、これこの時期に風とかひくといろいろ大変だな、とか思ってたけど、そしたらね、次の日になったら、やはちょっと良くなってきて良かった、と思ったんだよ。そしたらさ、外出たらさ、 喉の,いてえのめちゃくちゃ喉チクチクするの知ってるかい、ブタクサ、イネ科の花粉っていうのはね、ああのののねなんつーのあの細かく顕微鏡で見ると、非常にトゲトゲしたあの形をしているらしくね、あの粘膜もまあ来るだろうけども、あの痛みがね来るらしいですよ。 なんでね、えー、ブタクサになってしまった人とか、イネかもそうかな、稲なんかもそうかな、なってしまった人は、その怒りをすべてこのラングロトラックにぶつけてください。お前のその、黄色いガスが、花粉をまき散らすんじゃないお前のその黄色いガスがな、俺には花粉に見えてしょうがねえんだ許さねえぞおっと、乗ったか。じゃあ、あっちにいる、あの、あいつんところに行きましょうか。うーんバサルモスくんよ。お前もこの、 花粉の洗礼を受けさせてやろうってんですよ。花粉の洗礼をな、こんなズビズビしている実況者なかなかいませんよ。あ、こんにちは。どうも、どうも。ちょっと待ってね。今、今出すからね。さあ、とどめろとどめろあ、待って待って待って。とどめろとどめ花粉あれも、どうやって出すんだっけとどめ花粉えー、花粉ブレス花粉ブレス出ねえな、こいつな。花粉ブレス、どうやって出すんだ花粉ブレス 花粉よしこれだ花粉ブレスお前も今、豚草であの世に送ってやるんだよさあ、これで貴様も花粉症だ。<laughs> 残念だったなお前も、お前も今日から喉が痛いだなんだと、いよ、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。そんな風に二人して僕を置いていかないでください。あ、違うんです。これ花粉なんですよ。熱もないんです。 違うんですよ。そこのところ誤解しないでいただきたい。これ花粉なんですよ。聞いてください。大丈夫なんです。違います。すごい咳してますけど、咳してますけど、これは花粉なんだ。花粉、花粉なんだ喋ったら思ったより喉、鼻も、まだ鼻声も治ってないし、貴重。でも、でもね、これもね、ちょっとね、あの、疑われる一つなんですけどね、タコスケ君のね、この誰も知らないカリのト、ね、で誰も知らない花粉、 ブタクサね、良くなるんだな。不思議なことに。最初、ブタクサが来た後に、すごい一気にひどくなって、全然濃いでなくなるんだけど、その後ね、数日でちょっと緩和するんですよ。だからそこがまたちょっと誤解を生むとこだよね。うん。なんで良くなるのかよくわかんないんですけど、良くなるんですよ。ちょっとずつ良くなっていっちゃう。3日とかそんぐらいの周期でね。そうするとね、あれ 花粉じゃなかったっけって話になってしまうわけですね。まあそうなりますわな。<laughs> でも咳とかはちょっと出てるから。あれ花粉花粉じゃなかったでしたっけと。あなた花粉だから大丈夫だって言ってませんでしたかと。3日で治る花粉っていうのはないんですよと。そういう話になってしまうんですね。そうすると非常に誤解を招きやすい。 でこれね、病院に行って行っても、やっぱ最初のうちはね、風邪薬とか出るんですけど、まあ、良くなるわけがないんですね。花粉だからね。お酒の頃に、もう地ヘドを吐いてね、あ、これはもしかしたら風邪なのかと思って、地ヘドを吐いた頃に、病院行くと、いやー、この時期これだと多分花粉ですね、と。だから最初から言ってるじゃねえかと。花粉じゃないかなと。僕はね、もうイカれタゴスケ君は花粉じゃないかって、言ってるんだよ、ラングロトラお前の花粉だっつってんだよ。ちょっと待ってくださいよ。 ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。バサルモスでは <laughs>。バサルモスさんでは。どうにもなりません。ちょっと待って。お前たち、今回イベント盛りだくさんだからね、そんな時間かけてられないんですよ。その割にはめっちゃ硬いけどな。めっちゃ硬いけどな。ナイスナイスナイスビーム、ナイスビーム、ナイスビームだよ。ナイス花粉ビーム、ナイス花粉ビーム。もうええわ。みんなで花粉にまみれていこう。<laughs> しょうがないもん。うん、だからね、あのー、風とね、間違われちゃうわけですよ。 この時期に、こんな状態で、外行ってね、なんか仕事関係とかやった日には、大貧出を受けてしまうわけですね。施設行ったって、あのー、ご飯食べ行ったって、もうね、こんな奴つそばにいたら嫌がられますわ。そんな、そんな状態をお前のその花粉が、作っているんだ。許され。許されぞお前、それでしかもお前、ワクチンの、なんだその赤い花粉は。 なんだその赤い花新しい花粉を巻くんじゃない許さないぞ俺はよし1匹今回剥ぎ取りはちょっとあれだぞキャンセルさせてもらうぞもうさっさと次のやつを倒すからなバサルモスよ副反応でこれ熱なんか出てた日にはもうアウトだよ <laughs> 今家族もまた副反応で苦しんでいますが <laughs> 私これ もうちょっとあとだったら、私もう2回目なんですよ、ワクチンの。これ、アウトですよ、喉痛いっつって、咳5本5本しながら、鼻、まあ、鼻はその出ないんだけどね、喉枯れてる状態で、熱もちょっと、熱ありますけどもって言ったら、これ、アウトなんだよ、分かってんのか、まあ、入れてもらえねえぞ、どこにも、どうすんだ、お タコスケ君はな、こう見えてお前周りの目がめっちゃ気になるからな。お前これバスだって乗れねえしな。下手したらタクシー乗ってる時だってお前ちょっと、あの、運ん、タクシーの運転手さんが、大丈夫ですかみたいなこと聞かれると、あーって、全部事細かに説明するから余計にうさんくさく聞こえてしまうという。そういった苦しみを味わうことになる。すべては、貴様ら、<laughs> 花粉村の、花粉村の連中の、 お前たちがすべて悪いんださあ最後の一匹だお前を倒しこの世界を浄化するうわ花粉撒いちゃったちょ,ちょっと待って花粉撒いちゃっただがだがクエストの話を全然していなかったか <laughs> クエストの話だけをするなら違うんですこれ花粉 <laughs> いやこれ花粉なんです これ花粉の咳なんですよ。花粉もね、バカにしちゃいけないですけども、これ花粉の咳なんで、違うんです。だからそこのところをね、あの市販薬ね、もうな、あのね、症状がね、移行しまくるから、目の前にね、あの、市販薬がね、3種類ぐらい置いてあるんですよ。喉の痛み、咳止め、なんだっけ、あの、喉の痛みみたいなね、そんな感じで市販薬がいっぱい置いてあるんですよ。そんな状態で、こんな煙いところ、 こんなガス火山みたいなところに来たらお前、花粉どころの話じゃないですよ。違う病気になってしまう。許さんぞお前たちが花粉のブレスや。そう。そのうち出てくんじゃないか花粉の古竜。花粉の古竜くしゃみだおら出てくるだろ。許さんぞ。そんな奴がいたらお前、戦闘討伐ですよ。全、全、花粉商民がね、許さないよ。 全員でトータル1億と討伐するまでやめられませんみたいなね花粉でぐしゃぐしゃしながらね花粉でぐしゃぐしゃしながら1億と討伐していくというそういうスタイルを俺は目指していきたいいたいまあこの全てがねあっ <laughs> どっせその全てが花粉庶民の願いとそういうことだ喋ってたらさもうね <laughs> やっぱ来るよやっぱねあの花粉ってね 幼レウをかいながら花粉の話してますけども、花粉ってね、あの、やっぱ部屋にね、残留するんですよ。だから外の、外だと全然大丈夫なのに、家の中だと花粉が再発する。しかもね、これ、ややこしい話ですけども、あの、ハウスダストと混ざることによって、あの、新種の、あの、アレルギ、アレルゲンになるんですよ。だから、から外全然大丈夫なのに、家の中に、あ、誰かが倒してくれた。ありがとうございます。 これコラボだから装備手に入れるためにはまた何回か倒さなきゃいけないんじゃないのそうだ、アレルゲンになるから家の中だけでやばい人はあの、ホコリとかをね、一回掃除した方がいいですよ。その埃の中にいるダニとかあと、そして外から入ってきた花粉とかが合わさってまあ花粉村になってしまいますんでね。というわけで、え魔界村コラボ。 BGM と共にお送りいたしました。花粉の愚痴です。さあ、あとで、この後、あのー、ギルドナイト装備の性能もね、これギルドナイト装備はね、なんと配布でございます。そちらの方をご紹介しようと思います。これだ。壊れた騎士の鎧。多分3個じゃ足りないだろうな。なんやかんやで11分24秒ですね。 まあ、そんなに強くなかったですね。ありました。アーサー。わあ完璧にアーサーだね。すごいな、豪気といい。<laughs> これぞ、任天堂モンハンって感じしますね。今何個だったちょっと待って。あと1個だーあと1個で作れる。 また、作った後の特殊性能はね、また別動画でお伝えしようと思います。そして、新装備。久々の新装備ですね。回装備になります。ギルド、あ、ギルドナイツじゃない。ギルドクロスシリーズ。という装備が追加されました。こちら特殊な装備になっておりまして、えっ、ー、と、強化ができません。なんで、本当に、もらう、多分ね、もうスタートした時点でもらえる装備だと思うんですけども、まあ、カムラの装いみたいな、 感じの装備かな。カムラの装いが精霊の加護とか、えー、っと、かけり虫使い、かじわ見切り、壁面移動。どっちかっていうと攻撃移動系に特化してるのに対して、こっちは、食生学、腹減り体性地質学、ランナー、地質学、壁面移動、食生学、えー、かけり虫使い、地質学、で、ハぎ取り鉄人がついているということで、まあ、どっちがいいかってことはないですけども、まあ、カムラの装いの見切り、ま、かじわが結構使えるんだけどね。精霊の加護とね。 どっち、まあ、こっちも結構防御面には特化してるのか。あの、最終面に対して、えー、強くなってますんで、序盤の方は、まあ、特にこだわりなければ、どっちでもいいと思うんだけど、これは強いかな。地質学とぎ取り鉄人。で、腕と足で地質学が2になりますんで、もうね、あの、だいぶ経ってますけど、<laughs> もう、もう花粉やだ。地質学ってもうなんか地質っていう名前で花粉の香りがするわ。 あ、胴体にも地質がくっついたね。あのー、最終装備として非常に有能ですかね。特にあの、お金稼ぎのための鉱石集めとかする際に、えー、これっていう装備がなかった場合なんかは、一番最初から使えるっていう点ですね。壁面移動と、えー、かきり虫使いもついてるんで、その辺は、はあの、腹減り体勢もついていて、ちょうどいい防具になっているかなと思われます。なんで、久々の新防具が追加されましたよと。 あとね。あとこれね。文武事な。煽り文武事な。これは有料コンテンツですけど。見にくいけどね。煽り文武事なと、で、これ結構個人的に気になってるところですね。これ、チャレンジクエスト5。八つかだき討伐。今回のライズで出てきたモンスターなんで、八つかだきはね、私って結構戦うの好きです。 あの、位破壊して弱点狙ってみたいなこと繰り返すモンスター好きなんでね。そのモンスターと闘技場で戦うことができるようになっております。というわけで、なんだかんだ今週めっちゃイベント盛りだくさんなんでね。ぜひとも、と言ったところ。それでは、誰も知らない花粉症、イカレタコスケでした。みんなも、花粉症は、あれだ、いろいろ対策していこうね。それでは、